ベルハーベンブルワリーはスコットランドのダンバー近郊にあるグリーンキングブルワリー傘下のブルワリー。ベルハーベンでは1719年からビール醸造が始まったという。この年、ダンバーのバラは公共事業に資するためとして醸造所に地方税を課税するようになった。ベルハーベンの敷地は当時のダンバーのカウンシルから見て、 行政域のすぐ外側に隣接する場所にあり、この課税を免れることができたため、既存の醸造所がこの年に、同地へ移転したのである。18世紀前半、ベルハーベン一帯では、ダンバーやベルハーベン、ウェスト・バーンズに、大小24カ所以上の競争相手が存在していた。しかし、19世紀半ばまでにダンバー、ベルハーベン、ウェスト、バーンズの三醸造所だけが生き残り、 その中からベルハーベンだけが20世紀を通して存続できたが、その背景の一つには、生産規模が小さい割に、麦馬の製造能力に優れていたことがあった。醸造所への導入路の西側に位置する支配人の家は、1790年頃に建てられたものだが、その後、何度も拡張を重ねている。この建物は、60年以上前に醸造所から分離されており、現在は、 個人宅となっている。その敷地内には小さなペディメント付きのホリーがあり、家からは醸造所が見えないようになっている。入り口の門にはかつてはクジラの顎の骨が用いられていたが、今は痕跡が残るのみである。2005年の時点でベルハーベンはスコットランドにおいて存続している独立系ビール醸造所としては最大かつ最古のものとなっていた。 2005年8月、サフォーク州に拠点を置く醸造所であるグリーンキング、ブルワリーが1億8700万ポンドでベルハーベンを買収する案を提示した。この提案は受け入れられ11月には買収手続きが完了した。グリーンキングは買収以降もベルハーベンが自社ブランドと従前の醸造所を維持すると発表した。 ベルハーベンブルワリーの配送者2006年の時点で、ベルハーベンは国内向けの製品として、ベスト、ベストエクストラコールド、セントアンドリュースエール、80シリングの4ブランドだけを供給している。過去には、このほか多数のブランドを展開しており、定番商品では、スタウト、ポーター、ブラウンエール、20シリングから110シリングまで、10シリング刻みの各種エール、さらにラガーや、 何らかの周年行事や王室行事を祝賀して、時折出荷される特別な商品などもあった。さらに古くは、ハーベストエールやニッペンスエールも定番の商品であった時期がある。現在のベストエクストラコールドは、スタウトではないエクストラコールド、ダークビールとしては、英国で最初の製品とされている。輸出されている製品は、セントアンドリュースエールとスコティッシュエールであり、主に、 アメリカ合衆国へ輸出されている。ベルハーベンは、もともとは醸造所で瓶詰めを行っていたが、瓶詰め工程は2010年に廃止され、以降はベリーセントエドマンズのグリーンキングブルワリーの工場で、瓶詰めが行われるようになった。ベルハーベンは、1987年から1993年までの6シーズンにわたって、ダンディ・ユナイテッド FC のスポンサーとなっていた。 イニスガンは、イニスガン社との契約によって、ベルハーベンが醸造、瓶詰めしていた、オークエージとビールであった。ありがとうございます。